久保さん地どんな地道なのかっていうのは大事ですよね地道にポスティングして地道にマージャン店一生懸命やってもまあ絶対今の生活にはたどり着いてないと思うんですよだからその地道にやるって言っても何を地道にやるのかっていうのが僕はすごく大事だと思うんですよねその地道の先には何が待っているのかっていうところをやっぱ考えた方がいいし まあ頭悪かったですけどもそこは僕は考えられましたよねこれからインターネットの時代だっていう、まあ、めちゃめちゃざっくりでしたけどもインターネットの世界に飛び込めた理由はその先の未来を予測してでもこの予測っていうのは誰でもできたと思うんですよね僕しかできないっていうわけではないし <laughs> どう考えてももうね,ね今なんかスマホじゃないですか,なんかネット そそそううなななくしててそもそも生きらられるのかかっていうぐらいいぐじゃないですかスマホなくて生きられますっていう。まあ生きられるけどきつくないっていう。<laughs> なんか地図、ね地図もね、今、Google マップとかでいけますけど、あの、昔みたいにあの、地図、あの、細い地図帳見ますっていう。<laughs> ね久保さんも昔やってたかもしれないですけどね、地図にこうやって、なんかこうやって。なんか、あ、あアップルでしたっけ なんかあのコンビニで地図帳って売ってたと思うんですけど <laughs> なんかね親父がねなんか地図帳買ってねあのどっか行く時とは地図見ながら行ってましたけど大変ですようん生きてはいけるけどうーんきついんじゃないですか, <laughs> うんだから何で地道にやるかっていうのが僕はまあその何すかねまあネット上だとストックされるわけじゃないですか久保さんも ね、いっぱい動画アップしてきて地道にアップしてきたことによってまあ楽になってると思うんですよねまああのー、再生数は少なくても本数があるんである一定はアクセス来たりとかするわけじゃないですかうんでもそのその,その場限りその場限りの金稼ぎだと将来例えばその会社で働きますじゃあ会社リストラになる会社倒産したらどうすんのっていう まあ20代だったらいいけど、じゃあそれ50代でリストラになったら、再就職マジきついよみたいな話で、20年地道に積み上げてきたものっていうのが、うーん、なんかね、うーん、どうなんだろうっていう。<laughs> 工場で地道に働いてきました。じゃあ、20年後、工場閉鎖しました。50です。履歴書、工場で20年勤務してきましたっていう履歴書で、うーん、どこに就職できるんだっていう。 うん難しいと思うんですよね。まあもちろんね、あこの人真面目にやってるから採用しようっていう会社はもちろんあるとは思いますけど、なんかその月収100万っていうところは就職は無理でしょうし、うん何を地道にやるかって超大事だと思いますね。うんその先に未来はあるのかっていう。もちろん未来は予測、100%の予測はできないけども、ある一定は考えればわかると思うんですよね。 うん、まあそもそも例えば今の会社でね、まあ、月収100万目指すんだったら今の会社の上司は給料いくらなんですかっていうその会社の今の部下で働いていてその上に上司がいますで上司の給料いくらなんだっていう <laughs> 上司の給料が40万だったらそれがアッパーじゃないですか特待生として特待でなんかそのすごい輝かしい成績を残して特例が出たら分かんないですけどねうんあそこはね考えた方がいいと思いますね うん地道でも事故るよっていう <laughs> 地道でも事故る人にしておきましょうか地道でも事故るとかにしておきましょうかいってらっしゃい。